こんな感じの影が見えたんだってばさ。ってことはさ、操ったやつがいるってことか。大体操るなら何か目的があるはずだろ。人が暴れるだけだもんな。病気の線を疑いたくなるわ。ボルトたちのせいで時間の無駄しちゃったじゃない。世界中のスイーツがあちらを待ってんのに。誰？部分バイパル術。この近くだってばさ。暴力はやめろってばさ。こいつが前から言ってたやつか。そうよ。本当に付きまとってたなんて。まさかあいつ。いや、何も見えねえ。おい、なんでこんなことしたんだ。お前本当に町長のストーカーなのか。僕が見てたのはスミレさんだ。しかしよ、お前マジでやりすぎだぞ。どうしてもスミレさんと同じ空気を吸っていたかったんだ。マジかよ。そろそろ僕はこれで。言い訳ねえだろ。今告っちゃいな。お、何って。もしかしたら、うん、マジか。ずっと好きでした。付き合ってください。本当に告った。ごめんなさい。こうなることは分かって。なんて残酷なやつなんだ。これでも食べて。うわ、なんだよバカにして。これが分かんないなんてダメなやつ。あいつ大丈夫か。昨日のやつどうなった。あっちに聞かないでくれる。黒板に。誰だこんないたずらするのは。あいつ。ボルト、例の彼今日は来てないみたいだよ。どうやってこんなことを。なんだ。大丈夫か。ここなら見つからない。何これ。今開けるから。サーダ町長。やっと二人きりになれたね。おい院長は。院長来ないで。いい加減にしろってばさ。邪魔しないでくれるかな。あれはあの影だ。この納豆野郎、引き割りにしてやっからね。あれ。サンキューサラダ。させるしかないってばさ。俺たちが相手だ。ボルト君。委員長から離れろ。うるさい。隠れ身の術。この忍術で黒板に字を書いたりしていたのか。おっ、どこだ。おおさ、考えなしに行くから。ボルト、作戦を。このまずいポテチだって棚にずっと並んでいるから。あんたは姿を隠して今は棚に並んですらない。勝負しただろ。だったらもう棚に並ぶ必要ないだろ。隠せてないもの。弱くて情けない男だって。そんな男に誰が声かけるかって。どうすれば。隠れる術は何のためにあんの。逆に見られる男になっちゃいな。あとは次どうするかってこと。うむ。うむじゃねえよ。消えていく。どうなってんだこりゃ。俺は気絶させなくても戻ったのか。本当にすみませんでした。うんうん。あ、保健室に運んだ方がよくない。ボルト君どうしたの。あ、いや、さあ帰ろ帰ろ。今回はこんなもんかな。なんであいつ元に戻ったんだ。精神に影響を受けることでも元に戻るってことなのかもな。チャクラが急激に減った状態と。チャクラ？なあ、チャクラってこうふわーって見えることってあんのかな。はっ、ちょっと待て。こんな感じに化け物が見えたんだよ。すごいものが見えてるんだね。チャクラが失われている。病気か、または人為的なものかは不明だが、やっぱりボルトには見えているみたいだ。なんでボルトにだけ見えるのかな。精神の定め、収穫の時は近い。鍵となるのはやはり彼か。誰も助けちゃくれねえぞ。僕が絶対に助けてやるから。おい少年、自分のやろうとしていることを行動で示すのさ。
俺の瞳は全てを縛り、目に見える悪を滅ぼす。すごかったよね、影マサ。いまいちじゃなかったか。信用されるとかされねえとか、あんな弱っちいやつが何かしたところで何になるんだよ。すごい良すぎだってばさ。あんな生優しいものじゃない。例えばおかげさまは。お前は父ちゃんのいいところしか知らねえんだよ。寝坊はするし、靴を左右逆に履いたりするし、全然ちげえって。ほんとダセよ。岩兵たちの言うかっこいい忍者ってのもわかるんだけど、現実は難しいよな。本当に俺たちだけでいいのかな。そう思うならおかげさまに相談しろって。ダメだってばさ。その影見つけるアイデアあんのかよ。じゃあな。影分身の術。今日までの事件を整理してみるってばさ。電気の時は話すだけで影は消えたんだよな。メタルは気絶させないとダメだったのに、気絶と同じくらいなんかの衝撃があったらいいのかもしれん。でも一瞬化け物みたいになるのが見えたのは、だけどチャクラがなくなってるみてえだし。だいたいなんで俺にしか見えないんだってばさ。錯覚とか？そんなことあるわけねえってばさ。あーもうこんがらがってきた。まあ父ちゃんに話しちまうか。父ちゃんたちに話したら絶対に子供は手を出すなって言われる。仲間にちょっかい出したやつを懲らしめたいんだってばさ。当然だな。お前んとこの母ちゃん、ヒューガの姫様だろ。あれが発言したとかねえの。白眼か。三大道術の一つだね。白眼について聞いてみたらどうだ。嫌なのか。ちょっと君が白眼のことを聞かないと話は進まないと思うよ。聞いてみっか。白眼なのかな。あれ、私は君の夢を通して語りかけている。あんた一体。君の瞳はいずれ来たる破滅に対する、君はその目で世界の運命を背負うことになる。まさか。うわー、マジかよ。やっぱり本当だったんだ。ひまわりか。真珠色のナイトメアが俺に運命をつけた。ただいま。あ、なんだ。ボルトの様子が。降り注ぐ光より俺は社員。悪いな、運命の女神。暴走来社の横。パパ、お兄ちゃんが変なの。父ちゃん、俺すごい力に目覚めちゃったぜ。封印の書とか持ち出したりしてねえだろうな。初めて聞いたし。昔いたんだよ、手っ取り早く力が欲しくて。ひってえな。そんなやつと一緒にすんなよ。いや悪かった。お前の言うすごい力ってのは白眼だよ。何？かなりの修行が必要なはずだ。そんな修行をしていないことは俺が一番よく分かっている。じゃあ俺が嘘ついてるって言いたいのかよ。根拠は必要だ。俺には見えるんだ。ボルト、おじい様に話を聞いてきなさい。じいちゃんのところでもどこでも行ってやるってばさ。おお、よう来た、よう来た、ボルト。おじいちゃん。じいちゃん。お姉ちゃんよ。白眼についてだったな。白眼が目覚めたかもしれないんだってばさ。白眼とて忍びの術、たゆまぬ鍛錬や厳しい修行なしに開眼することは、白眼は使えば必ずわかる。周囲の者からも一目瞭然だ。故に試してやろう。庭に出よう。え、孫にいいところ見せたいんでしょうけど、ボルトに嫌われちゃうよ。私がその目確かめてあげてもいいけど。この目が特別だって証明してやるってばさ。家での鍛錬サボってるでしょ。いや、こっからが本番だってばさ。あー、見せてもらいましょうか。これで本気なの？もう一回だ。うん、その感じ。どう？分かってるみたいね。いやー、出なかったもんはしょうがねえよな。さ、服も汚れちまったし、一っ風呂浴びてくっか。どう？ひま、おいしい？おいしい。母ちゃんの方がうめえけどな。待ちなさい、ボルト。大事だ。えん、まだ食べてる。構わん、今日は特別だ。で、どう見た？息子に幻滅したか？いえ、嘘はついていません。あそこまで必死にならない。久しぶりに見ました。大丈夫さ、わしの孫だ。俺の息子でもありますよ。
ごめんよ姉ちゃん、父ちゃんにも嘘だと思われたろ。姉ちゃんもがっかりしたろ、口ばっかでさ。それはそれとして、なんか7代目に隠してない？あったり。なんでわかるんだってばさ。白眼は何でも見通すなよ。嘘つけ。よっぽどのことがないと思い込まないよ。父様や7代目がどう思ったのかは、それくらいは自分で何とかしなよ。お姉さんに相談しに来な。やるべきことは一つだ。何やってんのボルト。サラダ、お前こそ何やってんだよ。私は夜間訓練の帰り。あんたも影正見てんの？いや、俺はそんなに。なんか続編の制作が中止になりそうなんだ。え、なんで？噂じゃ影正の役者さんが。あ、ちょっと何してんのボルト。おや、僕のファンかな。よし、見えてる。僕が影正だとおかしいかい。チャリねえだ。だらしねえからだ。してねえってばさ。影正はこんなことしねえだろ。俺ふら。しっかりしなさい。またファンが一人増えた。太ってけど影正なんだってばさ。はあ？サラダ。だせえ。それが感謝の言葉？今からの作戦、失敗しないでよ。信じんのか？よくわかんないけど、あんたは嘘つきじゃないでしょ。俺があいつを止めなきゃいけねえんだよ。やっぱ痩せる気ねえじゃねえか。これで最後に甘いな。影正ならこう言うぜ。行動で示せってな。信用して欲しかったらチョコを持ち歩くことからやめないとね。俺、二代目影正いけるんじゃね。はいはい、じゃあね、二代目バカ正。次のニュース。じゃあ、行ってくるってばさ。忘れてるよ兄ちゃん。もうそれいらねえからさ、ひまわりにやるよ。その目の正体は分からずじまいかよ。まあな。白眼じゃなくて残念じゃないの？白眼かどうかなんてどっちだってよかったんだ。やってみせるしかねえ。お前らにも父ちゃんにもな。ああ、なら話は早え。放課後からでも始めようぜ。ああ、やってやんぜ。